グランドフォークス国際空港は、アメリカ合衆国のオスダコタ州北東部、グランドフォークス郡にある公営空港。グランドフォークス郡とグランドフォークス市の合同局である、グランドフォークス地域空港局が所有している。グランドフォークス市の中心部から北西へ、約9キロメートル、週間高速道路 I-29 の最寄りの出口から国道2号線を6キロメートルほど西へ、 いった周囲を大軍区に囲まれたところに位置し、空港敷地もグランドフォークス市域内と定められている。この空港には、定期旅客便の国際線は就航していないが、カナダその他、アメリカ合衆国外からの到着便に対応する税関が設けられているため、国際空港に区分され、空港名称もそのようになっている。連邦議会院議員、上院議員の両方を務めた。 地元ノースダコタ州出身、選出の政治家、マーク・アンドリュースにちなんで、マーク・アンドリュース国際空港と呼ばれることもある。グランドフォークス国際空港の離着陸回数は、年間30万回以上を数え、ノースダコタ州内では軍を抜き、全米でも25位以内に入る。しかし、その約9割は、この空港で、飛行訓練を行っているノースダコタ。 大学航空宇宙学部によるものである。連邦航空局による分類では、この空港は非波ブ商業空港に分類されている。現在建っているターミナルビル、バイロンウェルドーガンターミナルは2011年8月30日から使われているものである。以前使われていたターミナルビルは1964年に建てられたもので、陳腐化、老朽化が著しく、2000年代中盤には、 拡張性の低さや多くの構造上、安全上の問題が取り沙汰されるようになった。そのため、改修するか、新しいターミナルビルを建てるかの二者択一を迫られるようになり、コンサルティンググループの勧めに従って新築することにした。こうしてこの新しいターミナルビルは2009年7月に着工、その翌々年に完成し、元中上院議員バイロンドーガンの名が付けられた。 このターミナルビルは2階建てで2つの搭乗口を有している。ターミナルビル内で営業する飲食店、レッドリバーバレーグリルは TSA チェックポイントの内と外の両方にカウンターを有し、同じものを提供している。グランドフォークス国際空港最大のテナントは航空会社ではなく、ノースダコタ大学のジョンリーオデガード航空宇宙学部である。同学は 約120機の航空機を保有し、空港の離着陸の大部分を占めている。同学の訓練、実習施設や格納庫などは、旅客ターミナルよりも多く、エアポートロードの終点周辺に集中して置かれている。グランドフォークス国際空港の空港ダイアグラムグランドフォークス国際空港は1618エーカーの敷地に下記4本の滑走路を有する。 主にノースダコタ大学航空学部によるゼネラルアビエーションの離着陸回数が大幅に増えたため空港南東部に4本目の滑走路が作られた。この滑走路は完成後、QR27 リットルと付けられた。これに先立って2008年10月、それまで8、26とされていた滑走路は9リットル 27R に改名された。2018年、 グランドフォークス国際空港には368,385機が離着陸した。その内訳としては、ゼネラルアビエーションが70.2%、エアタクシーが29.5%を占め、商用は0.2%、軍用は0.1%未満にとどまった。本空港を母港とする航空機の数は七十九機で、うち五十七機は単発機、二十機が、 多発機で、Z 機はわずか2機であった。グランドフォークス国際空港に就航している旅客便は下記の通りである。また、グランドフォークス国際空港には、かつてフェデックスが地域ハブを置き、ノースダコタ州全域、ミネソタ州北西部、及びサウスダコタ州、モンタナ州の一部地域をカバーしていた。しかし、2016年11月、同社は、 ファーゴのヘクター国際空港にその機能を移転させた。ありがとうございます。